どうも山上です。さあ本編に戻りましょう。桑名仁に会うための準備を進めていきましょうか。お兄ちゃん、鉄装お兄ちゃん大丈夫？はい。あ、いるいる、一人でポツネンといるじゃないか。お兄ちゃん、 RK とやり合ったんだって？よ、兄弟。なんかやけに静かだね。うん。 RK の襲撃があったんだって？若いもんが二人骨までやられて病院送りにされたよ。骨？いつの間にか俺らより RK のが数増やしてやがる。ここは偉人町だったのに外へ一歩出りゃもうアウェーだ。そんな巨大なんだ。連中の狙いはやっぱり桑名だった？間違いねえだろ。桑名はうまく脱出したみてえだが連絡が取れなくなってる。さっき電話来た。あいつからはさっき連絡があったよ。うん。これから会いに行く。本当か？ああ。でもこのまま行ったら俺が桑名のところに RK を案内することになる。まずは一度敵の目を振り切らないとね。なるほど。だからここに来たのか。てっきり襲撃の被害を心配しに来てくれたんだと思ってた。ふん。それもあるけどさ、手貸してくれ。ここは悪名高いギャングの縄張りだろ。秘密の抜け道とかない？ああ、そこを抜ければ一旦 RK の目を出し抜けると思ったんだけど。そんな都合のいい抜け道なんてないわけないよね。ないわけないの？そうだな。あるぜ。悪名高いギャングの縄張りだからな。わかったよ、ついてこい。助かる。秘密の抜け道はあるもんだな。ありがとう。こっちだ、兄弟。はい、非常時の抜け道がある。うん。多分桑名も襲撃された時そこを使って逃げたんだ。一緒に行くの？桑名は知ってたんだ、その抜け道のこと。へえ、若いもんが骨までやられて。 RK どんだけ強大組織なんだ。そんなに人数がいるんだな。全員呼び寄せて。あ、この小屋の中にあったの？知らなかったよ。はい、失礼しますよ。割と私も偉人町長いけど知らなかったわ。リューマンのこと知った気になってた。このマンホールから行くの？地下道か。下水道が秘密の抜け道？ちゃんと抜け道用に作ってある。全然匂わねえだろ。ああ、確かに。中に降りて先行ったら福徳公園に出られる。この抜け道は俺らにとっちゃ万が一のとっておきだ。誰にも言うんじゃないぞ。ああ、感謝するよ。よし、じゃあここ入る前に変装しとくか。そうすれば抜け道出た時完璧に RK の目を振り切れる。お、なるほど。それいい考えだ。いやあ、テストがいいんだよな、金持ち。勝手に操作してくれてるわ。変装させてくれるの？はい。見つかるわけにはいかないもんね。言うてシリアスな本編だからな。シルバーニャ3世はちょっとやりすぎかなって思うけどな。目立つよな。どうしよう。松田優作スタイル行く？田代っちがいいと思うんだよね。こん中で一番変装度高いの田代くんだと思うんだよな。田代くんにしよう。迷うなー。いや、チンピラだな。うん。これで八神隆之とは気づけまいそう。まあ、いいじゃないか。さすがに慣れたもんだ。まあな、探偵だからな。どうも。変装にはちょっと自信があるんでね。よし、準備はいいな。抜け道の中は一本道だが、ちょっとくれ。なんだったら俺もついてってやる。いや、一人で大丈夫だよ。うん。桑名もここを襲撃に巻き込んじゃってあんたに合わす顔ないだろうし。もしそうなら全然気にしてねえって伝えといてくれ。俺がムカついてるのは RK の連中だけだ。絶対偉人町から追い出してやる。わかった。じゃあありがとな。どうしてここまで桑名を守ってくれるんだろう。クライアントだからってわけじゃないよな。体張って守ってくれて。お兄ちゃんありがとう。まあ RK は東京もんで偉人町の秩序を乱しているから。おう、福徳公園のここ。
うわ、チンピラ登場。あ通報されかねんぞ。うまくいったよな。これで RK がどこにいたとしても一旦監視は振り切れたはずだ。ナイス探偵、桑名は沢先生のマンション前に迎えをよこすって言ってたな。よし行こう。今になって沢先生のマンションに、この状態でスケボー乗れるの？乗れる？あ、乗れるね。ちょくちょち。素晴らしい、効果センス。や、危ない。あそりゃ引かれるわ先生。今信号赤だったよ。ちょっと真剣に行こう。沢先生のマンションで、ね、またバンバンバトルになるかもしれないんだから、体力温存しながら行きたいと思いますよ。沢先生のマンション、ミツルくんが目覚めたことも知らないんだろうな、桑名人は。伝えてあげたらどんな顔になるのか、そして玲子さんお母さんもその罪をミツルくんに告白できるのかって考えたら、そりゃできないよね。人殺しの息子にはできないでしょ、愛しているから。じゃあ自習をやめるのか、何も変わらないのか。ミツルくんが目覚めて今まで通り八方塞がり。あなたの辞書に信号なんて言葉はないのね。それでいい、まっすぐ行っていいか。時代が時代ならあんたオリンピック選手だよ。し、到着です。うん、あ、赤池、いい変装ですね、八神さん。よく見抜いたな。赤池くんか。ほんと桑名の言うことは何でも聞くんだな。乗ってください、先生のところにお連れします。あんただけか、他の同級生たちは。俺一人です。今日は人手がいらないみたいなんで。へえ。いい車乗ってんな赤池。人手がいらない。まあ俺と会うぐらいだもん。この船って博物館になってるやつだよね。ええ、でもこんな時間には誰もいません。先生も長居する気はないそうです。桑名は俺と会ったらまたすぐどっか逃げる気なのか。それは俺じゃなくて先生に直接聞いてください。まあ送迎ありがとな赤池。じゃあ大丈夫か先生。私船にはトラウマがあるのよ、いろいろと。よう、悪かったな、わざわざ来てもらって。こっちはお尋ね者なもんだよ。ここ勝手に入って大丈夫？その割には目につくとこにいるもんだな。ここは追手に数で囲まれても逃げ道がいっぱいある、うん、いざって時周りに迷惑かけずに済むしな。あんたが人の迷惑考えてるとは思わなかった。赤池、少し八神さんと二人で話してもいいか。どうぞ八神さん。忠実なしもべ。警官はロマンチックなんだけどな。テッソたちには悪いことをしたよ。俺を探して RK が襲撃してきたんだ。お兄ちゃん全然怒ってなかったよ。奴らハンピン・リューマンをヘとも思っちゃいねえらしい。結局のところ相手は公安だ。日本中どこ行ったって逃げ切れるもんじゃない。それと RK の相馬は多分公安の潜入捜査官だ。搭乗会に入る前からずっとな。潜入捜査官？ああ。でも逆にその相馬を捕まえれば奥にいる黒幕も引きずり出せるかもしれない。そうやって全部明るみに出さない限りあんたはずっと追われ続ける。そりゃ困ったな。沢先生の件、江原の三越場殺しの件、隠し事はもう終わりだ。全部ぶちまけて
公安のつけ入る隙をなくす。それには例の痴漢裁判がおあつらい向きの舞台になると思う。お前の言う全部ぶちまけるってのは楠本さんの件も含めてだろ。俺は彼女を売るような真似はしない。ダメだ、話になんねえ。その結果が沢先生を殺したんだとしてもか、話にならないんじゃない。あんたはそこから目をそらしてるだけだ。そういうお前は13年前のミツルを知らないだろう。そんな奴にとやかく言われたくないな。俺はみんなが目を背けてる。いじめの現実ってやつに正面から向き合ってるんだ。社会にマスコミ、みんな子供が自殺するたび騒ぐが、結局未だに何も変わっちゃいない。そして毎度のようにどの加害者も口を揃えてこう言う。まさか死ぬなんて思わなかった。ああ。あいつらはどれだけ残酷なことを人にしてるか分かってない。それは自分に痛みがないから、自分が安全なとこにいると思ってるからだ。だから俺はそうじゃないってことを奴らに思い知らせたい。お前らのやっていることにはいつか必ず報いがあるってな。桑名、この瞬間もどこかで奴らに苦しめられてる子たちがいる。ミツルやその子らのために何ができるか必死に考えた結果が今の俺だ。あんたの気持ちはよくわかるよ。分かっちまう。自分でも怖いくらいにな。でもそいつは野放しにするとすぐに制御できなくなる。暴走した正義が行き着く先はいつも同じだ。自分の正義のための犠牲を都合よく正当化する。例えば沢先生のような人の犠牲も。くどい。本当の正義なら真実を恐れない。真実から逃げたりもしない。あんたや楠本玲子が全てをさらけ出さない限り公安はどこまで持ってくる。分かってんのか。今のまま捕まったらあんた闇に葬られんだぞ。ああ、そういうことになるんだろうな。何？でも俺は逃げ切ってみせる。相手が公安だろうがな、いつでもそうできるように準備は重ねてきた。そのために裏社会を生きてきた。そんなうまくいくわけねえだろ。あんたはもう何人も殺してんだ。全員受けるべき罰を受けてなかった奴らだ。あいつらを殺すのに社会は手を汚さない。だから俺が手汚しているだけだ。これから先もな。13年前にミツルが飛び降りた日、俺は自分に呪いをかけたんだよ。どうせ一生かけたってミツルには償いきれねえんだ。俺は自分がどうなろうが構わない。その代わり最後までやらせてもらう。じゃあなんで俺をここに呼んだ。そんな話して俺が褒めてくれるとでも思ったか。まさかお前がそんな物分かりのいいやつだとは思ってないよ。でもだからお前にはいろいろ話しすぎちまったのかもな。なんだよ。江原さんにこれを渡しそびれてた。悪いんだがお前から渡してくれないか。頼めるのはお前だけなんだ。江原敏郎。これには江原さんへのメッセージが込められてる。あの人の復讐を最後まで一緒に仕上げるつもりだったんだが、もうそうも言ってられないだし、俺は今日限りこの顔も名前も変えて消える。俺があんたをこのまま生かせると思うか。別れに未練は禁物だぜ。ダメだ、引き下がれないんだよこっちも。昔真実を追い切らなかったことで俺は寺沢恵美という女の子を死なせてる。
罪を逃れた人殺しはその秘密を守るためにまた人を殺す。あんたや楠本玲子もいつかそうなるかもしれない。やっぱりな。お前と会ったらこんな風になるんじゃないかと思ってた。逃げるなら起きはないよ。あんたが何人殺してるとしても俺はその証拠を持ってないんだ。捕まえたところで監禁でもしとかない限りあんたはまた逃げるだろう。じゃあどうすんだ。あんたが自分の意思でここに残るまで俺は説得し続ける。あんたも楠本玲子もまだ救うことができると信じているから。ったく。いいかみんな、北方先生は殺すなよ。その代わり矢上の方は逃がさなきゃどっちでもいい。あ、え、あの、俺も。お前は監視を振り切ってここへ来た。俺もそう。奴らに面が割れてるからな。嫌でも慎重に動かなきゃならなかった。なら後をつけられたのは俺でもお前でもなく赤池だった可能性が高い。公安は赤池と俺とのつながりに気づいたんだよ。これが何を意味するか分かるか。あんたよく今そんなことに気が回るな。楠本さんだよ。彼女以外赤池と俺のつながりを知らねえはずだ。え、つまり楠本さんが俺を公安に売った。どうやら彼女が心変わりする何かがあったんだ。水中そっちなるか。そういえばあんたここには逃げ道がいくらでもあるって言ってなかったか。そりゃ俺一人で逃げる時の話だ。じゃあなんで行かねえ。お前俺を説得してくれるんだろ。そん時はどんな理屈こねてくんのか興味あんでね。了解。よく考えとく。あいいよみんな、ほらもう行けって。おう、こいつら二人ともなんか技持ってるぞ。逃がさねえように足から行け。今までの雑魚とはちょっと違う感じだな。ああ、でもこっちのやることはいつもと一緒だ。そうか、レイコさん。ああ、そうなるか。撃つこの前で罪や告白できないし、ああ、ちょっとそうだね。そうなるわね、人間ね。ちょっと待って、無理無理無理。しんど、本編か。ああ、もう参ったぜ。痛いほどわかるんだよな。でも殺しの、殺しを隠すためにまた玲子さんや桑野は罪を重ねて。で、桑野自身も自分も13年前の罰を背負ってやってるんだよな。で、暴走した正義。自分以外の正義は全部疑ってるんだ、全部敵だと思ってるのが桑名なんだよな。でその対局で先生は信じてるんだよな。桑名のことも真相のことも法律のこともこの世界がいい方に変われるってことも信じる力で変えようとしているプリキュアも。いやー怖え、相馬来る今夜。ちょっと相馬怖い。あんたちょっと体力減ってるし車に轢かれたから。車に轢かれてる場合じゃなかったって言ったじゃん。ああ、ちょっと痺れるな。毎回桑名と矢上さんの対峙は考えることを放棄したいし、いじめの問題とか目を背けたいって思ったけど、桑名は目を背けずに自分の中で答えを出してこの状況になっているわけで、だとしたら目を背け続けてきた社会の一員である私は桑名に何の説教もできなくて説得もできないんだなって痛感していて、赤い系ちょっこわ。行かなきゃ、頑張らなきゃ、怖え。とりあえず桑名、狐
喜多方先生と八神先生二人生存でこの船から脱出したいと思います。よろしくお願いします。こいつボスボス来てる。危ね危ね。いや、なんか武器を奪ってた方、これは演武の方がいいか。ちょっと待って待って、俺今どこにいるか全然わからないんですけど。よいしょ。うわマジでやばい。俺バカ囲んでんじゃん。ちょっとクワラ君ちょっとやばいよ俺。ちょっといきなり体力が全然今までの敵と違う。ちょっと集中していこう。よいしょ。あ、まず人数減らして、あ、もっと組んだら分かってるよ。いや、相馬戦は1対1か。船の上で逃げ場がない。でも阿久津ちゃんとな、マンションで戦った時と違って、うわしょ、逃げないでよかったな。ごめんな八神くんとか言って、あの時は逃げたのに信頼関係ができたってことでいいのかな。組織のナンバー2がなくなったのに元気なもんだな。俺もバットもらっちゃっていいか。はい、おれ。よいしょ。はい、あ、来るよ先生、来るよ。あ、こいつ銃に持ち替えました。武器変えたなら変えたって言ってやべえ。全然違う、今までのなよなよ RK じゃないな。相馬の管轄だからか。チャカだチャカ、向けられながらも玲子さんの裏切りを考えてしまうな。うわくそ、銃相手がヤバすぎる。いけるかこのまま。勝ってくれよ。うわうわ、よいしょ、あ、くるつつつつつつ、あぶね、俺たちヤバいかもしれない。回復、あぶね、今撃たれた。うわうわ、回復しとこう、もうやだ。集中しろ、死ぬぞ。もうこういう時にも経験値貯めつつ俺は回復してやるからな。あ、畜生、こんなことなら戦薬もっと作ってくればよかった。じゃあごめん、クワナ君、俺ばっか回復して。よいしょ、クワナ君、絶対に一人にしないで。先生とのお約束だよ、僕を一人にしないで。いいね、目ギンギンだね。ジャスティスキーク、オッケー、素晴らしい。クソが来いよ。いや、うわ、来る。はい、決めて先生。これで終わりだとは思わないよ、相馬。もっと来るんだろ、相馬。なあ、たった二人相手にこんなに手こずってちゃ、RK もまだまだって言われちゃうな。みんな天下の同情会だったんだろ。看板に恥ずかしくない仕事しなきゃ。相馬くんはさすがに来ないか、今夜。ここらが潮時だな。お、まだなんか奥の手がある感じ。ああ、でも悪いが、そんないいもんじゃねえぞ。おい、ついていけばいいの。足から行けって。やかましい、汚い手で高い雪に触るな。止まれ、クワナ。え、先生、言っといてよ、俺まで殺す気だったの。撤収、急いでくれよみんな、すぐ人が来るぞ。ああ、やってくれるよ、ったく。先生、爆弾仕掛けてたのかよ、あいつなら教えとけ。うわ、終わったんですけど。12章モグラ終わりましたね。 S ですって、 S なんですって。公安の S 相馬はまあ来なかったか。
冷静だね、動じないね、船が爆発しても全然驚いてなかったね。相馬 S 和樹。桑名くんは顔も名前も変えちゃうのか、もう会うことは叶わないのか、泳いで逃げたのか。だいぶ遠くまで泳がないとね、近くの岸には RK が待ってそうだしな。なんて人の心配してる場合じゃないよな。辛かったな、やっぱ桑名先生と八神先生の会話シーンはなんかもういろいろ揺さぶられるよね。痛いほどわかる。わかるからこそあの苦しそうな表情する八神さんも。で、プレイヤーとしてもどっちの理想もわかる。人間誰しも皆復讐心は芽生えたことあるだろうし。でも八神さんのように信じる心をやめないことを理想とする人間でもあるしで。まさに自分の中の光と闇を見つめ直す時間になって、光と闇の行方、マサトくんって感じです。すいません、今マサトくんは関係ありませんでした。ごめんなさい。あーでも途中心の整理を挟んだからなんとか正気でプレイできましたけど。そしてラストのレイコさんね。ミツルくんが目を覚まして、公安にアクアナを売る。そこでミツルくんが目覚まされなかったら今頃レイコさんは自首して公安を出し抜いて八神さんの求める真相が見えてきたのかって思うと、でもミツルくんが目を覚ましたことは本当にいいことだし、13年間待ったんだもの。そう決断するだろうな。私もそうすると思うし、玲子さんの立場だったら想像もできないけどさ。きっとどこかで諦めていたから捨て身になれたんだよな、玲子さんは。でも、ミツルくんが目覚まして。家族がいることで、守るべき人がいることで人間は強くも、同時に弱くもなるなって思いますね。なんて、独身の私がすいません。終わってしまいましたね、12章。次が、ついに最終章になってくるのかな。ラスボスは結局相馬な感じですさあね。他に誰を殴ればいいのかわからない。相馬を殴って解決するとも思えないけど、この問題いきますか。次の章ちょっとだけ入ろうかな。前回までのあらすじ。相馬が公安の潜入捜査官であるならば、逆にそれを捕まえることで黒幕を引きずり出せるかもしれない。八神は潜伏中の桑名と共闘を目指すが、誰も知らないはずのその場所に相馬が襲撃を仕掛けてくる。それは楠本玲子の裏切りを示す事態だった。裏切りね。ファイナルチャプター、夜明け前が一番暗い。先生、ファイナルチャプター。たどり着くもんだな。源田先生、昨夜の横浜の件、結局爆弾テロってことになったみたいです。1名死亡。赤池か。遺体は焼けてしまって身元不明。それが八神の言ってた赤池君か。ええ、だと思います。相馬のことも RK のメンバーのことも記事には出てません。これって公安が情報操作でもしてるってことですかね。そんなこともできるの。公安だってそこまで万能に何でもはできねえと思うがな。まあ夜人気のないところで爆弾を仕掛けられたとなりゃ、警察がテロと考えるのが妥当だろう。なるほど、そうかもしれませんね。ただこの先赤池君の身元が判明したところで、爆発現場にいたのは桑名の相馬だの得体の知れない奴ばっかだ。となりゃ捜査は難航。そのままお見合い入りかもな。この件が江原の痴漢とも一連だなんて分かったら、政権はびっくりするでしょうね。ああ、それより八神は昨夜電話をよこした気か。いえ、さっきメールで連絡がありました。これから病院に行くそうです。なんだよ、どっか怪我したのか。八神さんが病院行くってよっぽどですよね。怪我の治療ではなく、事件の関係者と会いに。病院にいる関係者って玲子さんか。楠本玲子です。裏切りを確かめに行く、ほんと正々堂々と。
そっか、先生もミツル君が目を覚ましたことはまだ知らなくて。爆発に巻き込まれた次の人は思えないほど行動力。13年って信じらんないよ。目が覚めた途端30歳なんて。ゆっくり慣れてけばいいから。また仕事？すぐ戻るよ。ちょっと人と話してくるだけ。もう鏡は置いときなさい。13年ぶりでもしっかり声が出るんだね。とんだ浦島太郎状態だよな。八神先生と会ってくれるのか。先生、あなたが桑名を公安に売ったのは充君が目を覚ましたから、そういうことだったんですね。今警察に自首すれば、あなたは13年ぶりに会えた充君とまた別れることになる。それもあります。これからあの子は自分の足で歩けるように人生を立て直さなきゃなりません。気が遠くなるような時間がかかるでしょうし、何も目処は立っていません。ただでさえハンディを追っているのに、その上人殺しの子にさせるなんて重すぎます。玲子さんが自首しちゃったら充君は一人になっちゃうもんな。お母さん、ここどこ？ミツル、なーに？ミツル、ミツル！驚きました。まさかこんなことが。しかしこうなるとどうやら状況が変わりましたね、楠本さん。バンド、一人だけなら捨て身の判断もできたでしょう。でもあなたには守るべきものがあるじゃないですか。しかもそれは少し触れただけでもすぐに壊れてしまいそうです。それを守りましょうよ、楠本さん。私たちと手を取り合って。したり顔だな、公安。そりゃ守るわ。守ろうとするわ、お母さん。私には守らなきゃいけないものがあります。そうですね。でもあなたが過去の罪を隠してたことで沢先生が犠牲になってます。そして昨夜は赤池君が首を切られて死にました。桑名もそこに加わることになるんですね。俺も危ないのかな。あの方は昨日どんな様子でしたか。桑名は RK の襲撃を受けた時、あなたに裏切られたことをすぐに察してました。そのことをどう感じてるかは分かりません。これまであいつはずっとあなたにだけは迷惑をかけまいとしてました。あなたの河合信也への復讐は誰にも責めることができないって。あなたは命がけで尽くしてきた桑名の口を塞ぎ損ねて取り逃がした。どんなしっぺ返しが来るかは桑名次第です。だから
あなたのことはあいつに任せます。どのみち俺には河合殺害の証拠が何もありません。あなたをどうすることもできない。今日ここに伺ったのは、なんであなたが桑名を裏切ったのか知りたかったから、それだけなんです。満くんが順調に回復することを祈ってます。桑名に任せます。桑名なら玲子さんの罪を、証拠を持って暴き出せるんだもんな。でもするかな、裏切られたけれども、桑名はどう出るんだろうか。これからどう動くか、まずは相談だな。つくもかに行ってみんなと話そう。病院行ったなら手当てしてもらえばよかったのに。傷増やしてあんたもずっと怪我してるね。ロスジャの八神天帝は毎度毎度怪我を増やして。今日はここで終わりにしますか。うん、ファイナルチャプター入ってしまいましたよ。最終章、ついについにたどり着いた感じですね。すでに心がしんどいですが、先生と完結目指して走り抜きたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。